言ってた予想通りだなって感じはすごいするんだよな。まあだってドキュメンタリーだし、まあね、成功譚だからそりゃそうだけど、そうなんかあれもさ演出がちなゲーム映画な気はするんだよね、うん、音楽という違うあれだよな君の名はなんだよなそういう意味では。だから天気の子も君の名もラッドウィンプスの壮大な MV と揶揄されることはあるけど、うん、ボヘミアン・ラプソディはもう完璧な MV、まあ、あれはねそもそもなんか出てくる映画の人と あれのさ多分君の名との違うところはさ出てくる人同士が釣り合ってるっていうのがやっぱすごいところだった気がするんだよね、うん、まあもともと本人の話をしてるからっていうのもあるけど、うん、そう考えると、ボヘミアン・ラプソディも V の壮大な MV と言える。うん、いやそうだよそうなんだ。そう考えるとミュージカル系とか歌物全部そうじゃないまあでも本当に良かったからな。えミュージカル大丈夫な人なの？見たことない。いや嘘嘘嘘嘘、ミュージカル系は見たことあるでしょ映画で。ないないない。ララランドは？ない。グレイテストショーマンもない。スクールオブミュージックだっけ。スクールオブミュージック、んサウンドオブミュージック、サウンドオブミュージックだ違うわん。あとあれだ、なんだっけスプレーじゃなくてグリーとかも見たことない、ね、ワニワニとかワニもないね。でもそういう意味で言うとさあれじゃないですか、君の名も天気の子もミュージカルですからね。んいやこの主張結構言ってるんですけど、うん、だってあんだけ歌詞がめちゃめちゃ立った主題歌というか曲挿入なんだろうっていう挿入曲が入ってる映画ってなかなかないじゃないですか、うん、でってことはミュージカルってやっぱ歌ってるやっぱ歌詞とかってすごい重要なわけですよ言ってしまえば、うん、それがその主人公の気持ちだったりとか出てくる登場人物たちの言葉の代弁だったりするわけですよね。で今回とかも君の名も天気の子もラッドインプスがもう制作の段階から入って歌を作るわけですよって考えると、そのストーリーとかを組んだ歌詞だったりとか何のために作った曲っていうのが明確にあるわけだったら、それはもうその歌詞を聴いてもらうことでよりいい歌詞だったり曲を聴いてもらうことで映画をより説明的だったりとか演出を加えるってことはもうほぼミュージカルと言っていいんじゃないかと思うんですよね。うん、なるほど、どうだ、なるほど、いや分かんないけどそういうことにしとこうと思った優しさを感じる。それはアラジンも見たけどアラジンもミュージカルだったな。それはそうだなって感じ。まあね、まあ確かにそう言われるとあれか、別にアニメでミュージカルやったのはもっと前にあるわけか、ディズニーっていう人たちが。ララランドとかグレイテストショーマンはもう本当にミュージカルの話じゃないですか。まあミュージカル、まあミュージカルなんだろうね。全然その舞台でもできそうな感じはするけど、うん、なんかアラジンが思ったよりなんか突然踊り出したりとか、うん、突然なんかミュージカルチックになるっていうのが意外と話の本筋を壊さないし、なんかすごく馴染んでて成り立つんだなっていうのってすごい感心したんで、うん、急に他の登場人物全員止まってジャスミンだけ歌うみたいなシーンとかあったりするけど、あれあんまりあれなんですよね、受け入れられないってことはなかったから何がそんなに嫌なんだろうと思うんだよな、うん、まあね確かになんかいきなり歌ってもなんかそこまでね象徴的なんか日常的ではないからね。その俳句を読むとかだったらわかるじゃん、短歌を読むとか歌だぞあれもあ、そう考えると琴ノ葉の庭をミュージカルってことにできるな。ミュージカルとはいやまあね、そっか、じゃ逆に日本人はあれなのかな、俳句とか読んだら受け入れられるし、なんなら情緒的だって思うのかなきっといいでしょでもなんか意味深なポエム残しがちじゃん。どこにあるかな意味深なポエムっていうのはもうあれだ、ちょっと語弊があるっていうわけじゃないけどさ、そのモノローグとかで出てくるじゃん、まあまあまあ語りみたいな、そう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 、とかもう漫画とかむしろそうじゃん、うん、いっぱい出てくるしさ、うん、少女漫画とかもさこういっぱい出てきて、まあ何ならそれ好きだからさ全然いいけど、その漫画とかとはちょっと違うんすかね。
これ何の話をしてたの？いや、なんかミュージカルの話だったけど急に突然なんか急に歌い出すことがなぜ受け入れられないのかっていう。でもなんか全然嵐見て受け入れられるなって思ったから。なんか今まで見たことないんだっていうの流れでってことだよね。うん、美女と野獣とか見てないの？見てないね。ディズニー映画はあんまり見たことがないんだよね。そうなんだよな、俺もディズニー映画あんま見てこなかった人なんだよな。うん、すぐ映画見に行くってなるとパシフィックリムとか見に行っちゃうなんかごちゃごちゃしてる感じのやつだっけやっぱかっこいいやつ、アイアンマンとかもめっちゃ好きだったし。ああ、そうなんだ。パシフィックリムはもうサントラまで買っちゃった。すごい、そんな映画に熱意を持っている人とは思ってなかったなぜか妹と見に行ったけど。妹とパシフィックリム見てどういう気持ちなんだどんな映画が好きかな。でもこの前の スパイダーマンはめっちゃ面白かったな。スパイダーバースね。そう、すごかったね。いや、スパイダーバースも5回くらい見に行ったじゃん。スパイダーバース5回はまあわかる。そう、わかる。わかんないわ、3回ぐらいからまあでも複数回見に行きたくなるのはね、ある気がするんですよ。なんだっけな、すげえ当時感動したのがあったんだよな。洋画を見るたびによく思うんですよ。なんかもっと英語を勉強しておけばよかったなっていう。うーん、語学的な目線で映画を見れたらすごい楽しいんだろうなとは思っていて、昔なんか英語の先生が教えてくれたんだけど、なんかもともと英語がなんかもっとちゃんと教育があれだったっけ、英語学専攻がなんかで音韻楽をやってた人らしくて、うん、そのトム・クルーズが出てるカクテルっていう映画は知ってます、うん、名前は聞いたことある。そう、なんかまあちょっとやんちゃな子がバーテンダーになって、男のトム・クルーズ演じる人がバーテンダーになって、夏のなんかビーチとかに出稼ぎに行ったりとかするんだけど、そこで出会う女の子と恋に落ちるっていう話で、まあ、なんかそういうところで働いて、なんかすごい、まあ、一般的に言われたらそんな身分の高い仕事をしてるわけじゃない女の子だったんだけど、うん、そこでなんかトム・クルーズが言うんですよね。そのセリフ細かいこと忘れちゃったけど、その質問したことに対して彼女は実は韻を踏んで返してるんですよっていうシーンがあるんですよね、うん、それのその韻を踏んで返すっていうところから、なんかその子は実は本当はなんかめちゃめちゃ身分なんか高いっていうわけじゃないけど、上流階級の家庭に育った子っていうのが分かるっていう伏線が張られてるらしくて、うーん、確かにそういうのが分かって、あ、これ実は伏線なんだっていうのが分かるところって多分日本語でもそうじゃないですか、うん、あそこに実はなんか隠されてたヒントがあるとか、うん、なんかそういうのを聞くともうちょっとちゃんと英語を勉強していけばよかったなと思うんですよね。それでも英語の話なのかとおっしゃいますと、あ、まあまあまあ英語は必要では、あ、まあなんかそのどう翻訳されてるとかさ、楽しみがまた増えるじゃん。あ、まあそういう解釈、そうそうそう、視聴者としてって、ね、そう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 、まあ、それはまあ確かに、確かにそういうの作りたい。急に英語で喋り始めようか街中とかで今なのでどうぞちょっと無理かな英語は最近全然使う機会ないかな。そう、ないよね。前はさ、海外の事例をさ探すためによく英語のサイトとか見てたけど、うん、もう全然最近見る時間ない、見てる時間ないもんな、うん、プリズンブレイクが好きすぎてプリズンブレイクを英語で見るっていうのを正直やってたけど、うん、ああ、俺もカードキャプターさくらが好きすぎてカードキャプターさくら英語版で見てたわそれもなんか不思議だね日本のやつを英語で見る、いや、めちゃめちゃ面白いよ。あ、てかもう分かってるからさ、誰が英語を入れてんの。だから海外向けのやつだからさ、あ、違う、多分海外は英語に翻訳する人とかなんじゃない。へー、珍しい。いや、めっちゃいいよ。やっぱ好きなものってずっと見れるよ、ね、まあまあそれはある。でもやっぱプリズンブレイクはなんか吹き替え版が好きすぎてやっぱりうってなっちゃったプリズンブレイクってあれだっけ、若本さんなんだっけ、若本のりよ。あ、わかんない。でも主人公の声めちゃめちゃかっこいいんでそれでもう聞き慣れすぎちゃってたから、うん、確かに海外ドラマとかはさ、キリなんかそういう吹き替えっていう文脈面白いもんね、うん、まあ、よく英語学習法とかに出てくる。おすすめの海外ドラマとかあります？全然ドラマ見ないんですよ実は。最近全然見なくなっちゃったけど、でもやっぱ日本では作れないような結構壮大な設定のやつばっかりかもしれない。まあ、プリズンブレイクもそうだし、
確かに、ね、昔だったロストとかも、はいはいはい、ジントあそこまで使い切ってやるのすごいなと思うし、あとは100っていう、うん、なんかあの戦うやつだっけ、戦争のやつ、それは多分300 なんだそんなに数でタイトルつくんだ100はなんか核戦争で地球に住めなくなった人類が宇宙に逃亡して宇宙ステーションで暮らしてるんだけど、まあ、食料問題やったりで、まあ、人口を減らしていかないってなった時に、まあ、今の地球環境の調査みたいな名目で、まあ、100人の子供たちが地球に送り込まれていって、で意外と住めるじゃんってなったところで100人が、まあ、地球でなんとかサバイバルしていくっていう。へえ、面白そうだけど、まあまあいろいろあるんですよ、いろいろあって、まあでもそれも結構壮大な、確かに。なんか日本ドラマって割とあれだよね、この手短なとこで話が起こるよね。うん、超ファンタジーってなくない？ドラマではないね。確かに確かに。ゲームオブスローンズなんて絶対日本じゃ生まれないから。あ、まあねえ、あのファンタジー感はね、まあ、本当にやっぱ時間が溶けていくというか。確かにすごいんだよね。ワンハンドルだったらどれくらいシーズンあるの？今5、6ぐらいまで。なんかずっと続いてる。やっぱでも人気はそこそこある。へえ、もうちょっとそれを見たくなる。